エリリアは、アメリカ合衆国オハイオ州北東部に位置する都市。クリーブランドの西約 40km に位置し、同市の郊外都市の一つとなっている。人口は54,533人で、エリリアに分庁を置く、ドレイン軍の中では北西に隣接する、ドレイン市に次ぎ、オハイオ州全体でも、第14位である。エリリアを含むクリーブランド都市圏は207万人。 広域都市圏は350万人以上の人口を抱えている。市名は創設者であるヒーマン以来にちなんでおり、リアの部分はギリシア語名のイリュリアから来ている。エリリアは1817年、エリー湖に注ぐブラック川の下半にヒーマン以来によって創設された。百二十二年にカヤホがメダイナ、およびヒューロン各軍のそれぞれ一部を分割、再編して、 ドレイン軍が創設されると、イー以来の尽力もあって、その翌々年の1824年に、軍長がエディリアに置かれた。ブロードストリートやがて19世紀も後半から、終盤に入ると、エディリアは、地域の商工業の中心地へと発展し、周辺の農村に住む農民に製品が生産され、サービスが提供されるようになった。1900年代には、 エリリアの人口は8000人を超え、市内には電線や電話線が引かれ、レンガ作りの中高層建築物が立ち並び、各所を結ぶ路面電車が走った。また、地元実業家、アーサー・ガー・フォードは、ヘンリー・フォードに対抗して、自身の自転車製造工場で自動車を製造した。1916年には、エリリア最初の高層建築物である、10階建て、 高さ40.5メートルのロレインナショナルバンクビルディングがダウンタウンのミドルアベニュー沿いに建てられた。20世紀中盤に入ってもエリリアは地域の商工業の中心地として、そして近隣のロレインやクリーブランドへの交通の拠点として成長を続けた。クリーブランドの人口は1950年に91万4808人を抱えたのをピークに、 すでに減少傾向にあったが、エリリアは郊外の住宅地として、クリーブランドから流出した人口を吸収して、さらに成長した。1967年には、四北端にミッドウェイモールというショッピングモールが開店した。しかし、このモールが開店したことで、市中心部の商店は、モール内、もしくは近隣に移転したり、閉店に追い込まれたりして、ダウンタウンの空洞化を招いた。 やがて、ラストベルトの他の諸都市同様に、エリリア、引いては、クリーブランド都市圏全体で、それまで地域経済を支えていた、製造業が衰退し、エリリアの人口も1980年に57,538万人を抱えたのをピークに、以降は微減に転じている。クリーブランド、ロレイン、エリリア各市の相対的な位置、エリリアは、 北緯41度22分24秒成形82度6分6秒に一致している。市はロレインの南東に隣接しており、クリーブランドからは西へ約4 0トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、エリリア市は総面積53.98平方キロメートルである。そのうち53.28平方キロメートルが陸地で0.70。 平方キロメートルが水域である。総面積の1.31%が水域となっている。ブラック川の東西領支流は、エリリア市中心部を挟むように蛇行しながら、北へ流れ、中心部の北で合流する。合流して一本になったブラック川はさらに北進し、流路を西に変えて、ロレイン港でエリー湖に注ぐ。エリリアを含むクリーブランド都市圏の気候は温暖で、 湿気の多い夏と寒い冬に特徴付けられる。また、カナダからの寒気が、エリー湖で湿気を増すため、クリーブランド都市圏における冬季の降雪量は多く、ブリザードも吹く。気候についての詳細は、クリーブランド気候を参照のこと。エディリアダウンタウンイコールウエストアベニュー歴史地区の、街並み以来公園エディリアのダウンタウンは小規模で、ブラック川の東西両支流に挟まれた。 東にイーストアベニュー、西にウェストアベニュー、南にフィフスストリート、北にノーフォークサザン鉄道の線路に囲まれた、東西南北とも600メートル四方の区域に形成されている。この区域はエリリアダウンタウンイコールウェストアベニュー歴史地区として2001年に国家歴史登録財に指定された。数字のついた通りは、ブラック川の東西流の間、市の東西の目抜き通りである。 ブロードストリートよりも南に十数本あり、ブロードストリートから離れるほど数字が大きくなる。また、ダウンタウンの中心、東にミドルアベニュー、西にコートストリート、南にセカンドストリート、北にブロードストリートに囲まれた区画は、イーライ公園になっている。道園の中央には、噴水があり、その北側には1888年に建てられた南北戦争の記念碑が立っている。 ロレイン郡地方裁判所。1975年に国家歴史登録罪に指定された。エリリアは市長制をとっている。市長は市の行政、執行及び法的執行の最高責任者であり、市の検証及び条例の定めるところにおいて市政不く局の業務すべてに責任を負う。市長は市政不く局の長の人事権を有し、 市議会に出席でき、検証や条例の定めるところが忠実に執行されていることを監督し、年間の予算を準備する義務を負う。また、市長は市議会に報告義務を負うとともに、市政府各局の長屋職員からの報告や情報提供を要求する権利を有する。市長は、全市からの投票で選出され、その任期は4年である。市の立法機関である、 市議会は11人の議員からなっている。そのうち7人は市を7つに分けた小選挙区から一人ずつ選出され、残りの4人は全市から選出される。市議会議長は議員の中から選出される。また、初期官は市議会の任命によって就任する。市議会議長も議員として市議会における投票権を持っているが、議長及び 議員の両方として2票以上を投じることはできない。市議員の任期は2年である。理事ツール本社イリアは、郊外都市でありながら工業都市としての側面も持っており、製造業を中心に、いくつかの企業が本社を置いている。その中には、1885年に創業した、車椅子をはじめとする福祉用具メーカーのインバケアや、リジットブランド、特にパイプレンチで知られる。 エマソンエレクトリック傘下の配管工具メーカーのリッチツールといった世界的にビジネスを展開している企業もある。また、クノールブレムゼ傘下のベンディックス商用車システムはエリリアにその拠点の一つを置いている。エリリアを含むクリーブランド都市圏の第一空港はクリーブランドのダウンタウンの南西 17km、エリリアのダウンタウンからは東へ約 25km に立地する。 クリーブランドホプキンス国際空港である。同空港は、旧コンチネンタル航空のハブ空港であった空港で、同社を合併したユナイテッド航空をはじめ、デルタアメリカン両航空会社や、サウスウエスト航空、ゼットブルー航空も就航しており、各社のハブ空港からの便を中心に、全米から多数の直行便がある。アムトラックのエリリア駅、エリリア駅はダウンタウンの東。 イーストリバーロード410にある。エリリア駅には、アムトラックのシカゴ・ニューヨーク・ボストン間を結ぶ、夜行長距離列車レイクショア・リミテッド号、シカゴ・ワシントン間を、クリーブランド経由で結ぶ、夜行長距離列車、キャピトル・リミテッド号が、それぞれ1日1往復停車する。グレイハウンドのバスストップは、ダウンタウンの北東端に立地する、ロレイン郡交通、コミュニティセンターに併設されている。 このバスストップには、シカゴとワシントン DC を、クリーブランド経由で結ぶバスが停車する。また、ロレイン軍交通局は、エリリアを中心に、エリリアとロレインを結ぶ2系統、およびエリリア市内循環2系統の、K4 系統の路線バスもを運行している。I-80 と I-90 の2本の週間高速道路は、いずれもエリリア市域北部を通っており、市の北西で分岐。 合流する。I-80 と I-90 のいずれも大陸を横断する幹線であり、オハイオ州内においては、I、I-80 は、州北部を横断する、オハイオターンパイクという有料道路になっている。また、クリーブランド都市圏においては、I、I-80 の支線であり、エリリアの東で I-80 本線と合流、分岐する I-480 や、 I-90 本線は、クリーブランドの都市高速道路網の一部をなしている。加えて、同じく、クリーブランド都市圏の高速道路網をなし、エリリア市内においては I-90 と、併用されている修道2号線は、エリリアよりさらに西へ、サンダスキーや、ポートクリントンへと至っている。I-480 の延長上を通る、修道10号線、国道20号線は、 市の南を通り、大学長オバーリンへと通じている。エリリアにおける k 1 2かほどは主にエリリア市学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校8校、中学校3校、高校1校を抱えている。また、ダウンタウンの南に隣接するブロックを占める同学区唯一の高校であるエリリア高校の敷地内には、 824席のホールを持つエリリア演技芸術センターが立地している。ロレイン軍歴史センターヒッコリーズ博物館、ロレイン軍歴史センターはダウンタウンからワシントンアベニューを北へ、ブラック川を渡ってすぐのところに立地している。同センターはロレイン軍歴史協会の本部として管理事務所を置いているほか、博物館、図書館、土産物店を併設しており、 一般に公開している。同センターの建物は、もともとは1857年に、イタリアネート建築様式で建てられた家屋で、1979年に国家歴史登録財に指定された。ロレイン軍歴史センターの北には、ヒッコリーズ博物館が立地している。同館は1895年に建てられた豪邸を、博物館に転用したもので、 そのロマネスク建築様式の家屋は1974年に国家歴史登録財に指定された。内部は1900年代諸島のロレイン軍における上流階級の家族の暮らしを伝える家具や調度品が保存され、そのまま展示物となっている。カスケード公園内の多岐エディリア市内の公園の中でもとりわけ規模が大きいのが、 ダウンタウンから北へ約1キロメートル、東西ブラック川の合流点のすぐ下流、西岸に立地するカスケード公園と東岸に立地するイーライウッドの森である。東西両岸合わせて広さ135エーカーに及ぶ、この公園は五大湖を形成したものと同じ氷河が形成した渓谷を中心に広がっており、深い森に覆われており、ブラック川の滝もある。また、 園内にはピクニックエリアもあり、周期には紅葉の名所ともなる。この公園では、1920から80年代にかけて岩屈を利用した檻の中で最大3頭の熊が飼育されていた。以下にエリリア市における1830年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。クリーブランドエリリア都市圏及びクリーブランドアクロンガントン。 広域都市圏全体の人口については、クリーブランド都市圏人口を参照のこと、ありがとうございます。